どうも、春パパでございます。はい、皆さん、今回はですね、サムネイルとタイトルご覧いただければお分かりだと思うんですけれども、今回はタイトル詐欺ではございません。まあ、前回のクラクラの動画ですね、まあ、クラクラサービス終了のお知らせという、まあ、サムネイルとタイトルつけたわけですよ。ツイッター上で、もしくは、まあ、コメ欄でもね、まあ、グッドボタンとバッドボタンでも、まあ、見ていただければお分かりなんですけれども、まあ、プチ炎上的な、ものをね、お叱りをいただきまして、はい。それについてのですね、釈明謝罪を、今日はですね、させていただこうと思います。はい。まあ、事の経緯はですね、まあ、数日前ですね、まあ、一週間経たないぐらいか、前ですね、過激なタイトルの、クラクラサービス終了のお知らせという、タイトルをつけた動画。まあ内容に関してはですね、一切そういうことではなく、まあ内容に関しては、花から冗談を、交えたトークで、前回動画を、出しておるものでございます。はい。まあね、僕の中ではぶっちゃけ、別段、いつもの、タイトル詐欺と変わらなかったんですね。まあだってさ、まあね、言うて、いつもチートとかさ、まあね、うちのクラメンのことね、愛するクラメンのことを、チーターやんとか、法律上問題あるやんとか、犯罪者やとか、痴漢だの。何でもね、極悪人のようにね、言ってまいりましたわ。なので、まあその一つのね、まあ、なんつうのかな、めちゃくちゃブラックジョークとして僕は言ったわけですね。まあね、ほら、まあいろんなところがさ、今さ、起訴されたりやってるわけじゃん。任天堂さんとどっかだったりさ、まあいろんなことがあるわけじゃん。なので、まあね、ワードとしてキャッチーかなと思って、まあ出したわけですよ。で、僕の動画ってのは基本的に、まあ釣りタイトルと言われるものが多いですね。まあ基本的にはね、どんなタイトルをつけても、中身がね、素晴らしい内容の中身であればいいのかなと思って、まあ俺のトークが素晴らしいんではなく、素晴らしい全開リプレイを、だという、そういう自信があるものに関しては、ド派手なタイトルで、間口を広げて、見ていただいて、ご判断くださいという、ものだったんですけども、今回のね、そのプチ炎上に関しては、もうサムネイルとタイトルを見ただけで、もうみんなね、目くじら立てて怒られてしまいましたと。本当ですね、その件に関してはマジで、ちょっとね、まあ行き過ぎた点があったのかなと思います。はい。ましては今さ、クラロワのが、まあなんか伸びてる感じはするじゃん。まあ実際売り上げは多分そんな変わんないと思うんだ、世界規模で見たら。まあただ、だ実際はサービス終了なんかありえないの。俺も絶対みんな分かってるし、みんなもうありえないと思ってんじゃん。ただし、なぜ今回プチ炎上したかというと、日本の中では、クラロワのがブワッと来てるように見えちゃってる。なので、クラクラもしかしたら、心のどっかで、大好きなんだけど、もしかしたら終わるんじゃねえかっていう不安が、多分ああいう言葉が来た時に、おーいってなったと思います。はい。もうその件についてはね、本当にびっくりしてね、心臓発作でも起こされたら困るので、これ以上ね、ちょっと過激なタイトルは、若干、控えていこうと思います。申し訳ございませんでした。本当に心からね、その点に関しては謝罪させていただきます。はい。今後はですね、ギリギリのグレーゾーンのタイトルで、まあ攻めていこうと思います。その時にね、ギリギリ、アウトになってしまうかもしんないんで、またその時は、もうしっかりとね、もう誠心誠意謝っていきたいと思いますので、皆さん、応援の方よろしくお願いいたします。はい。今日はですね、まあね、そんなこと言うてもね、そんな動画出しても誰も面白くない。うん。面白いか。いや、言うてもさ、なんつうのかな、クラクラ動画じゃん、これ。謝罪してさ、申し訳ございません。バイバイっておかしいから、ちょっと今回に関しては皆さんね、お詫びとともに、お詫びの気持ちを込めて、マジでやばいクランあったので、これをね、見てほしい。マジでやばいから、ちょっと本当にね、なんだろう、俺クラクラもう4年5年ぐらいやってんのかな、うん、わかんないけど、そのぐらいやってんだけど、かなり長くやってるんだけどね、マジでやばい。なんかどうやら、なんか配信もしてるらしいの。配信してるクランでかなり有名なエリートクランということでございます。こちらもね、さっきね、読めなかったんで調べました。エクスクルシブエンパイア。うん、意味はね、独立帝国っていう意味らしいです。なんたらエンパイアとかって、なんかクラクラの中ではかなりね、有名なクランのグループなのかなと思うんですけれども、まあ、エクスクルシブエンパイア。かなり強かったですね。はい。得点差見てください。もうね、何点これ。15点差よ。見てよ、この全開数。30人対戦でさ、タウンホール11で22個全開取られてんだぜ。やばない？
いや、うち多い方だと思うよ、7個って。絶対7個って少なくはないから、絶対に。22個だぜ。タウンホール級の対戦じゃねえんだぜ、これ。というわけで、今回はですね、こちらの、もう本当に、もうツール使ってんじゃねえの？チート使ってんじゃねえのっていうぐらい、やばい前回を今日はね、お送りさせていただこうと思います。はい、ご覧ください。まずはこちら、豆の木さんが全開されたアタックでございます。ご覧ください。はい。これね、スケルトンの呪文7、そしてレイジ1、こちらにご注目くださいませ。はい。このね、今ね、クランの城のところですね、バーっとかけますから。このね、何がすごいって、範囲攻撃がないので、スケルトンの呪文がね、ぶっ刺さるんよね。さあ、こんな感じで、くじ面からヒーローでサイドカットですね。画面小さくしますね。ヒーローでサイドカットしつつ、敵のバーバリアンキングね、誘い出すような形ですよね。まあ、ホグライダー編成なので、ババキンアジャグ、おっと出た！で、これポイズンじゃねえ、スケルトン7個に、レイジで、アチャクイ、クランの城、そして、ダウンと、なんだ？いろいろ壊してる、いろいろ壊してるよ。イーグル4までなんと壊してしまう。あと残りの教室やつは、インフェルノタワーのみなんですよね。やばくないこれ。ヒーロー部隊で、なんだこれ。なんかいろいろさ、くじ面カットして、で、動線を作るわけですよね。くの字のような形で動線を作るわけなんですけれども、これね、マジでやばいよ。うん。まあね、タウンホール11ってかなりの呪文数を詰めるので、その点でね、いろんなバリエーションが組めると思うんですけれども、このヒール2つで残りを全開していく。これマジで、ちょっとね、みんなね、ビビりましたね。分かってんだよ、これ。で、真似すると取れないパターンなの、これ。なんでかっていうと、やっぱりね、このスケルトン呪文ってマジで範囲攻撃に弱いので、水塔とかボムタワーとか、そういったものがね、一切置いてなかったので、こんな形で、綺麗にね、決まったのかなと思います。この、編成に関しては、配置がかなり重要な形なんですよね、この、攻める際ですね。うん、ですが、こういった形にはもうめちゃ強い。終わり。これでもう終わりだよ。このホグの量見てよ、これ。やばないこれ。やばいやばいやばい。今から行くのっていうのはホグの量ですよ、これ。マジでね、これやられましたわ、これは。まあね、これ、ね、配置が悪いというか、こういう配置の抜けをね、見事に捉えた前回アタックだと思います。はい。続いてはですね、ドン。こちらのボルトさんが全開されたアタックでございます。これもね、やばいんだよね。まあ、トリマー見てください。これはなんか、クラメンが、これツール使ってんじゃねえのっていうぐらいの。うん。ただなんか、一人のクラメンがね、やっぱりこう、ボレでね、ボレで行く感じですわ。一人のクラメンが指でね、5本、7本とかで、出せるよっていうので、まあツールとかね、チートではないのかなと思うんですけれども、まあ一応ね、確認とかもしてるんですよ、罠確認とかも。なので、まあね、ツールではないのかなと思います。はい。ただし、やばいっすね。とにかくやばいっすね、これ。そろそろかな、そろそろかな。このね、12時から30面、このね、列で、ご覧いただきたいんですけれども、あとは10時面かな。このバルーンの出し方、マジで綺麗だから。さあ、ここで、対空砲を2つかな、壊したのかな。で、援軍処理を、なんとかできるか。この援軍処理ができるかできないかって相当でかいと思うんですけども、うん、やっぱり鮮やかに処理されます。はい。で、ここから、さあ行きますよ。先打ちヘイストかな。さあ、バーバリアンで小屋をカットしつつ、ここから、ラバを、1体出して、さあ2体出して、ドーンと！これやばないこれ。7点同時だし、これ。なんか、いろんなね、クラメンで、これツールじゃないかどうだって話あったんだけど、その3次面近くの2次ぐらいのバルーンが、ちょっとね、テスラに寄っているので、まあ、これはツールではないのか、って感じなんだけど、わかんないんだけど、証拠がないので、特にその辺は、攻めるつもりはございません。はい。見てこれ。バルーンの残り量。えぐいじゃん。もうさ、もう正直ここまで来たらさ、もうあと回収と一緒だよね。これ無理でしょ、これ絶対。絶対無理でしょ、こんなの。マジでやばいから、これ。なんだっけ？エクスクルシブエンパイア。もうね、あったら負けると思ってください。多分、クラちゃんさんとか、感謝さん、群馬さんよりも、圧倒的に強いと、俺は、思ってしまっております。はい。もう全然違うから、全回数。はい、やばいっすね、これね。まあ、編成見といてください。多分みんなできないと思うけど。続いて最後の全開なんですけれども、こちら、レイスさんが全開されたアタックでございます。ご覧ください。これもやばい。まあ、こんな感じの配置ね。まあ、基本的にうちはタウンホール11オンリーなので、ほぼ、簡素の陣ばっかりです。はい。まあ、壁以外と言った方が、いいのかな？うん。まあ、嘘つきとか言われちゃうからね。
開き直ってるわけじゃないよ。マジでごめんなさいと思ってるからね。そこはね、ちょっとご了承ください。はい。このね、くじ面の対空を一本おんのかな、イーグルも狙いつつって感じかな。これマジでね、ちょっとね、なんつうんだろうな。これはね、クラクラではなく、景色だね。うん、まさに景色。マジで見てほしい。はい。クローク使いつつ、で、援軍がゴブリンと、なんだっけ、あれ、ゴーレムなので、見てこれ。見てこの美しさ。美しい、これもう花火みたい。見て。お、やばい。ほら、もうめっちゃ美しくない？これさ、マジなんか、すげえな、うめえなよりも、美しいななんだよね。これもう、色が、もう彩りがね、鮮やかすぎてね、本当にやばいと思いました、これ。もうだってこんだけ来たらさ、鮮やかな旋回でしょ、これ。あと、アチャート大砲でしょ？無意味な施設やん、こんなん。やばくない？この鮮やかさ。なんかさ、多分適当に出してるように見えて、全然プランニングとかガチで時間かけてると思うんだけど、こんだけ見事、まあ兵士も一個余ったよね。見事に決められると、グーの音も出ない。噛んだ。もうグーの音も出ないっすよ、これは。はい、というわけでね、多分ね、エクスクルシブエンパイアさんっていうね、クラン名で多分検索すれば出てくるのか、出てこないのか。かなりエリートクランでね、有名なクラン、海外ではね、うん、有名なクランさんらしいので、よかったら皆さん、検索、YouTube でね、検索してみてください。はい。というわけで今日はですね、うちのボコボコにやられた全開リプレイをお送りさせていただきました。今日の動画が少しでも面白いなと思ったらですね、ぜひともチャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。この画面のどっかに出てるですね、めっちゃおすすめ動画、めちゃくちゃ面白いので、合わせてご覧ください。というわけで今日はですね、謝罪動画でした。ご視聴、あーしょ、ごめんなさい。